失礼します。私は福岡県の春日市立春日東中学校の教頭柴田みどりです。今回はこのような本校の取り組みを発表する機会を与えていただきありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本校の取り組みは月曜日に来たくなる学校づくりハッピーマンデープロジェクトです。 本校の学校教育目標は、総合的な人間力を培い、地域に参画できる生徒の育成。重点目標は、春日市の未来を切り開く、ヒジズンシップ教育の推進です。春日東中へようこそ。本校の玄関の様子です。 生徒がデザインしたマスコットキャラクター、福来るくんがお出迎えしてくれます。本校は校舎外の懸垂幕にあったように、これまで数多くの教育活動に力を入れ、結果を残してきました。本年度は山崎校長のリーダーシップのもと、夢追い人たれ、いざ未来を切り開かんのスローガンのもと取り組んでまいりました。 昨年度から本校では不登校出現率を東中アラートとして基準に合わせて赤、黄、青の色別で表現して可視化を図り学年、学校、職員全体で共通理解を図ってきました。これは今年度の6月14日の実際の東中アラートです。保健室利用状況はどの学年も安定の青信号ですが 欠席状況は3年が赤信号、学校全体としては黄色信号となっています。昨年度、この東中アラートを集約していく中で、月曜日にアラートが灯ることが多いことが分かり、さらに同じ月曜日でもアラートがつかないときは、部活動が休みであったり、5時間授業の日であったりすることが分かりました。そこで昨年度末、各主任主事に、 今年度の教育活動の編成をする際に、まず月曜日を週のスロースタートで始めるハッピーマンデープロジェクトを提案しました。ハッピーマンデープロジェクトを指導させるために、各指導部の月曜日の内容が生徒にとってスロースタートになるように、図に示している内容で調整を図りました。次に、 月曜日の教育課程の工夫を行いました。朝は本校独自の東中成功学ノートにウィークリーシートを設け、朝のウィークリータイムの時間に1週間の計画を自分で立てさせました。また帰りには失敗学の時間に教師が自身の失敗を語り、生徒がその失敗から学べるリフレクションタイムを設けました。ハッピーマンデープロジェクトを指導させるために各指導部で 月曜日の内容が生徒にとってスロースタートになるように調整し、このことを全職員で年度当初確認しました。次にハッピーマンデープロジェクトを指導させることを全校生徒に伝えるために、各学年の授業オリエンテーションに参加しました。その際に生徒たちになぜこのプロジェクトを始めるか理解させるために、生徒たちに身につけてほしい力を伝えました。 東中生徒の現在の弱みは自動的自信がない心が弱い分があることを伝えこの部分を強みに変えていくために生徒も教師も自己認識自己確率自己決定を図っていくように呼びかけ学校全体で目標達成のため同じ方向に目指すべきベクトルを揃えました。 それではハッピーマンデーの朝と昼の取り組みについて詳細に説明をします。朝のウィークリータイムの動きです。生徒が主体的に運営できるように、運営方法を細かに示しました。前期はウィークリーシートをプリントにしていましたが、後期は成功学ノートに一緒に組み込むようにしました。 そしししてて後期から成功学ノートの活用方法が変わることを通信にに生徒に伝えました後期は毎週の予定を月曜日生徒に伝えられるようにシートを配布しましたその中にトークンとしてポジティブワードを示したりコラムとして生徒に伝えたい内容をまとめたりしました次に昼の取り組みです 昼昼食時にに生徒会長長とと校長が月曜日と金曜日日金お昼の DJ 放送を実施していますまさしく月曜日に全校生徒が来たくなる学校になるように楽しい話から時には誰もが安心して登校できるように命の大切さやコロナ感染に配慮する内容も伝えることができました月曜日のお昼は校長室訪問を行いました 半ごとに校長室訪問をして将来の夢を語ったり学校で困っている内容を相談したりすることができました。一年生は夏休み前に全クラス終了することができ中1ギャップの解消にもつなげることができました。現在、冬休み明け3年3組から再開し2月には全クラスが終了予定です。みんななかなか訪れることのない校長室に ワクワクしながらやってくるのを楽しみにしています。これはその校長室訪問の様子です。学年やクラスによって雰囲気も変わりますが、一人一人の生徒と校長先生が交流する良い機会となっています。それでは今回のプロジェクトに対する成果や課題をまとめます。本校の教員側の特徴は、 圧倒的に若年教員が多いことです。今年度は4人の初任者配置、昨年度は5名配置がありました。そこで共通理解、共通実践をするには細かな提案が必要です。今回のプロジェクトについても、校内 OJT である教師版東中塾でも取り扱いながら取り組んできました。また、 学校全体に波及するように OJT 通信を職員に出して共通理解を図っていきました。次に生徒の不登校出現率を経年比較してみます。11月末の結果を過去4年で見ると5.97%から4.76%、3.11%、そして今年度は2.88%となっています。 最後に生徒会長が12月20日の冬休み前最後の月曜日にハッピーマンデーの全校放送で語った話を聞いてくださいお徒さんは命という宝物をもらって生まれた段階ですべての人が生まれながらにして成功者だと教えてくれました成功とは求めたものを手に入れるものではなくはと気がつくものだと思う命という宝物を得たことの意味に 気がついて感謝することを悟った人が真の成功者だとも教えてくれました今日、帰りの会で担任の先生からも命の大切さについてお話があると思いますみんな自分のこととして真剣に聞いてください自分の命は自分で守るこれまでそう教えてもらいながら十数年間過ごしてきたと思います生きていく中で最後には死というゴールがありますそれは全員同じです 自分の命をどうにかしても自分で守れない時もありますでもそれは今ではありません何十年後も先のことです周りの友達先生地域の方々家族の命があってこその自分の命だと思います僕は今まである先生からこのメンバーで将来同窓会をするんだよと言われてきました中学校生活3年間で得た友達という宝物は卒業したら終わりではありません これから周りの人と支え合いながら人生を送るために、今からもっと自分の命、相手の命を大切にしながら一緒に楽しく生きていきましょう。それでは、2021年ハッピーマンデーの放送、残り1回、金曜日まで楽しく学校生活を送っていきましょう。ハッピーマンデーこの姿こそ、このプロジェクトで目指す生徒の姿につながっていると感じます。これで、本校の取り組みの発表を終わります。 ご清聴ありがとうございました。